R-77R-77 はロシア製のアクティブレーダー誘導の中距離空対空ミサイル。NATO コードネームは AA-12 アダー。一般には R-77 または NATO コードネームを用いてアダーと呼ばれるほかアメリカでは ARM-120 がアムラームと呼ばれていて運用形態や性能が似ていることから西側のジャーナリストから アムラームスキーと呼ばれた。設計はアムラームとは全く関係なく、アムラームスキーは嘲笑的な呼び方である。また、形状的にも末尾に4章ある、スノコ状の果実サなどアムラームとの差異は大きい。このミサイルはビーンペル化学製造連合によって設計、製作されたミサイルで AIM-120 同様のアクティブレーダー誘導による撃ちっぱなし。 能力を有する。1982年より開発を開始したが、1991年のソ連崩壊に伴うウクライナの独立により、コンポーネントを供給していたアルテムとルーチが別の国の企業となったことを考慮して、1992年のモスクワ航空省で公開したものの、少数生産の後量産を停止した。量産再開後、 インドや中国をはじめとする国々が R-77 の採用、購入を決め導入を開始したが、ロシア空軍は長らく導入しなかった。しかし、2009年に改良型である R-77 から1の受領テストを完了し、調達を開始した。R-77 の C カー R-77 は、高い機動性を有しており 35G の機動が、 射程に関して高高度の起動していないターゲットにヘッドオンで発射した場合、80km、改良型の R-77 から1では 110km となり、ラムジェット型の R-77PD では 150km に達するとされている。これにはビブの特徴的なフィンが影響している。これは、 グリッドフィンと呼ばれるもので通常のミサイルの充実技とビブ制御デバイスを掛け合わせたものに値し、大向かい各に気流の剥離が少ないほか軽量であり、従来のフィン機構に比べて最小限の体積で表面積を大きく取れるため、アクチュエータのパワーを必要としない R-77 のグリッドフィンは45度135度の交差角で取り付けられており、全誘導式である。 一方で、RCS が高く、1000音速における抵抗が大きいという欠点があり、発展型の K-77M では、通常のフィンに戻されている。推進は1段階の固体燃料、ロケットエンジンであるが、K-77M では2段階となり、K-77ME や R-77MPD では、ラムジェット推進となっている。シーカーは、 アガトによって開発された9バイトから1348多機能ドップラーモノパルスアクティブレーダーシーカーを装備している。これには2つの操作モードがあり、短距離では打ちっぱなしモードを起動、長距離では完成、電波修正工法を併用しを使用し、ターゲットとの距離が 16km 以内になると、アクティブレーダーモードが自動で起動する。もしターゲットからロックオンが外れても、 ポストレーダーシステムがターゲット情報を保持するようになっている。対 ECM としては仮にシーカーがジャミングを受けた場合、自動的に逆探知モードに切り替わり、ジャミング電波の発信源に向かって飛翔するホームオンジャム機能を持つ R-77 から1ではシーカーが R-37M や R-27AE に採用されたものと、 同系統の9バイトから 1103M-200 となり、ロックオン距離が 20km となり、XM 能力も、向上、重量も減少している。開発が進められている K-77M では、アクティブフェーズドアレイとなり、ロックオン距離は 60km 以上に増加している。弾頭は、マルチ成形作薬ロッド型で、レーザー近接センサーが装備されている。運用は、 アク -170E ランチャーから行われる陸上発射型もあり、これは輸送発射コンテナに保管されている。上から R-70。開発コードはイスデリー 170RVVAE 輸出型。開発コードはイスデリー 190R-77T 赤外線誘導型。計画のみ R-77P パッシブ誘導型。 搭載するシーカーは 25km 先の目標を補足できるとされる計画のみ R-77MPD 推進方式をラムジェットに変更した射程延伸型。弾体を太くし中央部に4カ所のエアインテークを備えており射程は 160kmR-77MPD に採用された技術の一部は ビーンペルとマトラの秘密のコラボレーションに由来しており、これは1994年に終了した。予算不足により計画の進行は遅れたが、1995年にラムジェットモーターの新たな試験が始まり、ミサイルの完全な飛行試験は1998年に開始されたことがいくつかのソースに、1999年に完成したが、量産や配備は確認されていない。形式の PD は、 パビシャノイダルナスティから取られている R-77 から12009年に発表された改良型全長を 11cm 伸ばしレドーム形状を変更中央の安定翼及びビブの制御フィンを短くすることで抵抗を減らし射程を 110km に延長している内装する電子機材の面では完成後方装置が改良型となったほか データリンクによる目標の補正、XM 能力が向上した9バイトから 1103M-200 シーカーへの変更を行っている。これらにより、固定翼機やヘリコプターだけでなく、巡航ミサイルや無人航空機などへの攻撃も可能となった。開発コードは、イスデリー170から 1K-77。77 MR-77 から1に続く R-77 近代化の2段階目となる発展型。AIM-120C-7 より良く、その後継型に等しい性能を持つことが期待されている。特徴的であった後部フィンは、空気抵抗及び RCS 低下のため通常のフィンは、ステルス機でのウェポンベイへの収納を想定して、折りたためるようになっており、モーター転換。 射出時に展開される。エンジンには、射程延伸のために燃焼パターンを2段階で変更できる2段推進方式を採用している。これにより、最大射程範囲は、発射高度に応じて、R、R-77 から1の2から3.5倍になるとされる。搭載するシーカーは64個の T、R モジュールで構成されるアクティブフェイズドアレーとなっており、タイジャミング性能、 ルックダウンシュートダウン性能の向上が図られている。2017年より配備を開始する予定。開発名称は、イスデリー180、K、K-77ME 射程延長型。全長を伸ばし、推進方式を、ラムジェットに変更している。開発名称は、イスデリー 180PD、R-77SRK 地対空ミサイル型、R-77、 ZRKVLS からの発射に対応した艦隊空ミサイル型水力変更装置を搭載し搭載燃料を増加させているソース R-77 ソースソース R-77PD ありがとうございます。